フィリップ5世。フィリップ5世は、フランスカペー朝の第14代国王、ナバラ王も兼ねた。フィリップ4世と、ナバラ城フアナ1世の次男で、ルイ10世の弟、シャルル4世の2位、上区王と呼ばれた。1316年、兄王ルイ10世が崩御し、その後を出生と同時に継いだ、ルイ10世の子ジャン1世も生後4日で早逝したため、カペー家の直系男子は断絶した。このため、一部では、ルイ10世の娘、ジャンヌを次期国王として望む声があったが、問題があった。ジャンヌはカペー家の血統ではないと疑問視されていたのである。というのは、ジャンヌの母、マルグリット、フィリップ自身の妻ジャンヌ、王帝、シャルルの妻ブランシュの3人が、一大スキャンダルである不倫騒動を起こした、張本人だったからである。そのためフィリップは、ジャンヌには、王家の血筋を継いでいない可能性があるから王位には、ふさわしくない。また、サリカ法に基づいて、女子の王位相続は禁止されているとして、ジャンヌを王位から遠ざけ、自身が国王として即位することとなった。王位を継承した直後の2月に三位文会議を招集したのを、はじめとして、その治世中、たびたび三部会、または代表集会を開いて、戦争のための資金調達を図った。1322年に、フィリップ5世は成長した男児なく崩御し、後を弟のシャルル4世が継ぐこととなった。1307年に結婚した日、ジャンヌとブルゴーニュとの間には二男母女が生まれたが、男子はいずれも陽性した。ありがとうございます。